ティス、プラケです。今日はですね、ちょっと皆様にあまりメジャーじゃない種類をね、紹介したいなということで、うちで飼育している帽子とカゲモドキをね、ちょっと紹介していきたいと思います。じゃ、帽子とカゲモドキはレオパとか西アフと同じトカゲモドキ族なんですけど、中米ですね、中米に生息しているトカゲモドキでですね、体型としてはレオパほどムチムチにはならず、西アフとかみたいにはね、割とこう、なんて言うんだろう、皆さんご存知かわからないですけど、ハイナントカゲモドキとか、バワンリントカゲモドキとか、その辺のトカゲモドキに近いような体型をしています。で、これ今映ってるのはオスのサブローなんですけど、今ねシェルター取られちゃってもうめっちゃそわそわしてますけど、こんな感じで床材、土に水入れ入れて、で普段はウェットシェルターの S をこんな感じでセットしてます。こんな感じでうちは飼育してます。今シェルター入ったんで、もしかしたら入っちゃうかもしれないですけど、はい、入りましたね。ちょっとね、餌をあげてみましょうか。食べるかな。お、やからぶりしたね。はい、最初こそね、ほんとなかなか一気しか食べなかったんですけど、今はねこんな感じで冷凍コオロギもねしっかり食べてくれるようになりました。やっぱりね、うちでいる飼育している最初にお迎えした2匹ペアでお迎えしたけど、別々でお迎えしたんですけど、両方ワイルドだったので、やっぱ最初はちょっと苦労しましたけど、慣れてくるとねしっかりピンセットから食べるようになって、冷凍コオロギもね食べるようになってくれました。ちょっとね、次女の子のね伊達ちゃんを紹介していきたいと思います。はい、続きまして女の子の伊達ちゃんです。さっきのねサブちゃんと比べると、ちょっとこの黒い部分っていうのかな、濃い部分がね茶色っぽくて、全体に色が薄い感じの淡い感じの、一応これを女の子らしいと僕は思ってるんですけど、そんな感じの模様ですね。多分あれなんでしょうね、その個体群でちょっと差があるのかもしれないですね。お迎えしたお店が違ったので、一応なんか国はね、なんて言うんだろう、ワイルドだけど捕まえた国は同じでしたけど、多分ね個体群によって多分違うと思うので、その差なのかなと思います。伊達ちゃん食べてくれるかな。食べそうですね。はい、食べてくれました。比較的ね警戒心は強くて、あんまりハンドリングとかねするような種類ではないですけど、それでも、ちょっと掃除の時にちょっと持つ程度であれば、ハンドリングはできるぐらいの、なんて言うんだろうな、タイプというか、そんな感じですね。ただレオパみたいにおっとりした感じではないと思います。なんならね、こうちょっと触ろうとすると噛みついてきたりとかねするぐらいなので、それぐらいの感じです。はい、伊達ちゃんでした。じゃあね、ちょっと今隣にサブちゃんいますけど、サブちゃんはこんな感じで、なんかね模様もだいぶ違いますよね。もちろん模様が違うのはね、レオパとかニシアもそうなんですけど、だいぶ雰囲気が違うのがね分かってもらえるかなと思います。はい、こんな感じで、でこの2匹のね、うち帽子とかけもどき繁殖して、ベビーが1匹だけ自分の手元に残っているのでね、その子をねちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあ最後に紹介しますのは、先ほどのサブちゃんと伊達ちゃんの子供ですね、息子になります。男の子です。ワッチです。はい、わっちゃんもですね、多分冷凍コオロギ食べてくれるんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう、食べてくれましたね。でわっちゃんも1年以上経ってるんですけど、帽子とかゲモドキのベビーってね、こんな感じで濃い色なんですよね。で他に里子に出した帽子とかゲモドキを見ると、もうねサブちゃんとか伊達ちゃんみたいな感じになってるんですけど、なんかわっちゃんはちょっとね、最初ヨークサックつけたまま出てきたりとかしたのもあって、ちょっと発育が遅いというか不全なのかわからないですけど、なんか未だに黒い感じでこんな感じで、でも元気にね毎日餌食べて育ってきてるので、とりあえずねこのままもういけるとこまでしっかりね育てたいと思います。はい、で一応管理としましては、
まあ比較的レオパとかに比べると少し湿度が欲しいかなっていう、熱帯雨林に住んでる、トカゲモドキなので、めっちゃダデちゃん見てますけど、まあ、比較的、まあ、土は常に半分は湿らせて、奥の方のホットスポットの方は乾いてるような感じでやってます。で、1日1回はこんな感じで、まあ、この手前側だけ霧吹きをして、水入れの水が乾いちゃってたら、まあ、補充、これちょっと土入っちゃってますけども、とりあえずいいか。こんな感じでやる感じです。おっと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 、サブちゃん、はい、こんな感じで今落ちそうになったんで、ね、ちょっとそっち入っちゃったら、また交尾しちゃったら困るんで戻ってください。はい、こんな感じでね、まあ比較的、まあ、軌道に乗ってしまえばそんなに飼いにくい種類ではないとは思うんですけど、まあなんだろうな、西アフとかみたいな感じで飼えばいけんのかなと思います。ただ餌やりに関しては、尻尾に蓄えるね、部分がちょっとは太くはなりますけど、西アフとかレオパに比べるとやっぱり少ないので、まあ、餌はちょっとレオパ西アフに比べると高頻度であげるようにしてます。まあ週に 2,3 回ですかね、そんな感じで。でも1回にあげる量は、だいたい僕はコオロギ1匹ぐらいしかあげないんですけど、そんな感じで、まあ、順調に一応飼育はできているので、一応まあなぜか繁殖までうちはうまくいきましたので、まあそんな感じで大きな間違いはないのかなと思います。はい、というわけで今回はちょっとね、あんまりメジャーな種類ではないんですけど、まあ、うちで飼育しているね、このボウシトカゲモドキ3匹をね、紹介してみました。もしね、イベントで見かけた際はね、ちょっとマイナーな種類ですけど、意外とね可愛いんですよ。なのでぜひ皆さんも、ボウシトカゲモドキ、そんなに高価な病ではないですけど、個体差があって結構面白いので、ぜひ皆様もイベントとかでカップにねいましたら、ちょっと見てみてください。はい、というわけで今日はうちのボウシトカゲモドキを紹介してみました。それではまた、プラケでした。バイバイ。